東京都知事選挙7月7日の投票日において、タレントの桜井美優がほぼ全裸のポスターで話題になっています。桜井の知人によれば、なぜあの桜井さんがそんなことをするのかとの声が上がっています。桜井がモデルとなったのは河合雄介候補のポスターであるとされています。エンカウントは知人の証言をもとに桜井の本当の姿に迫る取材を行いました。桜井さんの友人である A さんはエンカウントの取材で率直な感想を述べました。ネット上では批判されることもありますが、桜井さんは非常に常識的で礼儀正しく思いやりのある人です。タレント活動のほか、積極的にミスコンにも参加し、数々の受賞歴を持っていますが、公式プロフィールによると、桜井さんは幼少期をインドネシアのジャカルタで過ごし、国際社会で生きるための基盤となる強靭な精神を培ったとしています。高校時代には、中心市街地活性化政策 TMO 事業にも関わり、地域づくりに対する熱意を持って活動してきました。その後、日本の古都、京都で街づくりを専攻し、京都女子大学現代社会学部を卒業との経歴が明記されています。さらに、フィジーでの留学経験もあり、卒業後はアイドルユニットやレースクイーンとして活動。現在では、独自の資金と知恵を駆使し、アイドルユニットギャルドルを立ち上げ、プロデューサーとして運営しています。自らの資産と才覚を尽くす限り、プロデュースを続けると宣言しています。結局、ほぼ全裸ポスターが警視庁の注意を受け、桜井は X で謝罪した。ポスターも撤去された。そして、桜井はカーシャンプー用品名もなきのイメージキャラクターを務めていたが自主的に辞任した。その一方で、X のプロフィールが秋葉原カフェグラドル文化祭にいますと更新された。この件について、A さんは桜井さんは長年、このカフェで働いています。接客対応が良く、大変人気がありましたと説明した。また、秋葉原カフェグラドル文化祭は最近、元 AKB48 のメンバーでタレントの手塚真知子さんがオーナーであり、警察によって風営法違反の容疑で逮捕されたことでも話題になったお店ですと付け加えた。コンカフェはコンセプトカフェの略称です。店舗は特定のテーマを取り入れ、コスプレをした女性たちが接客するなど独自の雰囲気を提供しています。手塚も22日、自身の X で逮捕されたことを認め、グラドル文化祭の運営については私が全て考え、支持し運営してきたので、これまでの過去のメンバーたちとの関係はなく、彼女たちは何も知らなかった。すべて私の責任ですと謝罪しました。その上ですでに風営法の許可を申請し、現在はカフェ&バーを営業しています。何かあれば直接私にお願いします。ご協力をお願いしますと述べています。投稿内容から手塚と桜井の関係は明らかになりましたが、常識的だった桜井はこの騒動に積極的に関与していたのでしょうか。 A さんは真相を追求するために桜井との連絡を続けています。東京都知事選7月7日の投票日が6月20日に告示され、過去最多の56人が立候補したことで話題になっています。都内の多くの場所に掲示されたポスターには、NHK から国民を守る党が同じデザインを大量に貼り付けている光景があり、大きな議論を呼んでいます。しかし、特筆すべきは異例の動き、ほぼ裸の女性がポスターに大写しにされた問題です。この問題を引き起こしたのは、白塗りメイクでジョーカー議員と名乗る43歳の候補者、河合雄氏が貼ったものです。このポスターが子供たちにも見える場所に貼られたことに対し、非難が殺到し、警視庁にも苦情が寄せられました。警視庁は告示当日の夜、河合候補を呼び出し、東京都迷惑防止条例、わいせつな行為、
に触れる可能性があるとして口頭で警告しました。条例によれば、性的な表現や乱らな姿の裸体が強調されていることは違反になる可能性があります。河合氏は警視庁前での取材に応じ、都の条例に違反する恐れがあるということで警告を受けた。速やかに剥がすよう求められたので、その指示に従って対応していると述べました。また、このポスターは合法の範囲内だと思っていたし、性的表現の自由も強く支持すべきだと考えているとも主張しました。問題のポスターにはモデル、桜井美優と記されており、実際に彼女が河合氏と一緒に掲示場で貼る場面も SNS で拡散されました。非常に申し訳ございません。桜井は過去にレースクイーンやアイドルとして活躍し、インスタグラムでセクシーな写真をたくさん公開してきた。今回のポスターでは彼女が胸と局部を微妙に隠しつつも開脚する写真が掲載され、議論を呼んでいる。ポスターはすでに剥がされたとはいえ、桜井自身が公共の場に自らの露骨な姿を貼ったことで、迷惑防止条例に違反した可能性があるのではないかという声もある。弁護士の浦川祐介は、女性も同様に迷惑防止条例に触れることがありますと指摘する。ただ、胸や局部が一応隠されている以上、これがアウトならコンビニのアダルト雑誌はどうなのかという微妙な話にもなりかねません。選挙ポスターという前例のない事案ゆえ、判断が難しいところです。もしポスターを直ちに剥がすなら、処罰を免れる可能性もあります。桜井本人は問題が勃発した夜遅くにインスタグラムと X、旧ツイッターで声明を発表し、関係者やファンの皆様に心配とご迷惑をおかけして、非常に申し訳ございませんと謝罪。関連商品の関係者にもお詫びした。私、桜井美優はこれまで名もなきイメージガールとして活動してきましたが、2024年6月20日をもちまして降板いたしますと PR 活動を終了する意向を示した。6月21日、林芳正官房長官は記者会見で、ポスターの問題について候補者自身の選挙ポスターであって、他者が使用することは許されないものであると述べ、見解を示した。都知事選挙が政策論争からかけ離れた話題で取り沙汰されている現在、今後は公職選挙法の改正が検討される可能性もある。